こんにちは、動画ファンの成田です。今回はインターネットブラウザで Chrome を使っている方に使える小技をご案内いたします。Google が出しているインターネットブラウザ Chrome は、Google のサービスになりますので、さまざまな Google のサービスと連動させて使うことができて非常に便利です。また、たくさん拡張機能というのがありますので、拡張機能を追加していくことによって自分の好きなようにカスタマイズできるというのも、魅力的なところだと思います。で、この Chrome、 Google のサービスと連動しておりますので、 Google にログインをしておきますと、右上にこのように表示が出ておりまして、このまますぐに Gmail が確認できたりという便利な点があるかと思います。で、その横にこのような今赤い数字で1と表示が出ておりますけれども、この Google の通知、この通知が、実はそんなに自分にとって必要のない通知ばかりで、この通知できれば来ないように止めたいという方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。この Google の通知を止める方法について今回はご案内をしていきます。どのようにやるかと言いますと、とっても簡単です。まずこの一番右上にありますこの3本線、 Google Chrome の設定ですね、こちらをクリックしていただきまして、開いたメニューの中から設定をクリックします。そうすると設定の詳細設定の画面が出てきますので、一番下までスクロールをしてください。そうすると詳細設定を表示とちっちゃくこのようにブルーの文字が書いてありますので、ここがリンクになっておりますので、ここをクリックしてください。そうするとさらにこのようなメニューが表示されます。で、この中のプライバシーという項目ですね、このプライバシーという項目のコンテンツの設定というこちらのボタンをクリックします。そうするとこのように別画面が開きますので、こちらをスクロールしていただいて、この通知という画面を開いてください。で、この通知項目が3つありますので、それぞれ自分に適したものにチェックを入れていただければ OK なんですけれども、通常はこの真ん中の、サイトが通知を表示しようとした時に確認する、これにチェックが入っていると思います。すべての通知を表示させる場合は一番上です。で、このデフォルトの設定になっている、これはサイトが通知を表示したいとした時だけ確認をするというのになっています。で、すべての通知が不要であるという場合は、一番下のすべてのサイトに対して通知の表示を許可しない、これにチェックを入れてください。そして完了とやっていただきますと、通知の設定がオフになりました。またこの Google の通知、何もないときはこのようにグレーの鐘のマークになっているかと思うんですけれども、この鐘のマークをクリックしていただきますと、この Google のお知らせという画面が出てきます。で、この中のこの歯車のマークですね、設定というこちらの歯車のマーク、こちらをクリックしていただきますと、設定している拡張機能ごとに通知をオンにしたりオフにしたりすることができます。今こちらは Google プラスしかないんですけれども、この Google プラスからの通知をオフにしたい場合は、ここのチェックを外していただきますと Google プラスからの通知が来なくなります。Google からの通知、私は割と、使っているんですけれども、中にはこの通知が不要であるという方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。Chrome に表示される Google の通知が邪魔だなと感じていらっしゃる方は、ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。